はい、ガチヤグラ。あと1回で降格か。そんな絶望の背景の中戦っていきましょう。さてと、さっきの時間帯までは敵にプライムが多い印象でしたが、今回は全体的に見れば相手の方が射程が短いような印象ですかね。まあ味方もカーボンなので若干総合すれば長さ的には変わらないかなぐらいでしょうけど。さあ一旦後ろを回りましょうか。余裕ある？ありそうですね。ん？スパッタリーがこっちにいますか。はい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 、はい、もう一人いますね。背後から近寄ってくる。しかしいいんですか、私のことをご覧いただいていて。いいようですね。しかし味方の力で二人やられている。これは大きい。ビッグチャンス。ここであえてジャンプをします。なぜかというと、そうすることによって、時間を短縮することができるからですね。はい、当たり前のように感じますけれど、ここ意外と大事ですよ。テスト逃げますよ。期末交差に出て行く。やっほー、逃げます。え、あ、死にます。あーめ、ちょっと今のは何だったんでしょうかね。スクリュースロッシャーの方が当たったんですかね。まあ結果的にはロボットボームを着ていたので辛かったんですけれど、ちょっと逃げ込んだ先がどこにも逃げられないみたいな、よくダメ、よくいけないパターンでしたね。奥入られちゃったか。これ嫌だな。着地もしてくるパターンですよ。はい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 、はい、乗りましょう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 。でも一旦身が止めてくれてるのは大きいですね。ナイス止め味方。 OK グッドラック。素晴らしいですよ。さあ壁を塗っておきましょうか。来ますね。これ着地しますね。はい、予言者になれるぐらいのテンション。あー、これやばい。二人がかり、二人がかりです。ですよね。ちょっとダメージ蓄積もあったんで、これきつかったか。もともと二人がかりにならない、注目を浴びない、じゃないとやられるのは間違いないですよね。どの武器に関しても。プロモデラーだからっていうわけではないです、これは。よいしょ。そして敵の、進もうとしていることは、なるべく避けましょうといったところで。マニューバー。よし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 。では一旦ここで敵陣喧嘩売りパターンですかっていうのは安直に考えない方がいいですね。来てますね。当たりました。 OK、 これは大きいですよ。では敵陣に近くから入り込んでいくような形で攻めていきましょう。当たりました。あー、ちょ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 、ありがとうバブル君。バブル君がいなければ僕死んでました。本当に感謝しています。バブル君、あなたのおかげです。なぜ後ろに来ているの。あー、でもリードしているよ。このビハインド、相手に押し付けたビハインドは大きいです。非常に巨大。ジャイアントビハインド。相手にとっては絶望の一歩です。さあ、ここから進んでいくか、我らがプロモデラー軍団。プロモデラー軍団ではないけれど。戦っていくのか、全力を尽くしていくのか。さあ、味方がやられている。これは少しピンチか。そういう時には、味方の復活を待つこと。そして敵を引きつけるためにはどうすればいいのかと考えながら、立ち向かっていくこと。立ち向かっていくこと、どこか立ち向かっていないですね。立ち向かわないことも重要ということですね。はい、素晴らしいと思います。逃げることだって全てが悪いわけではない。ん、しかし進まれている。これ良くないですね。はい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 。うー、これで勝てないのか。くー、悔しいですね。非常に悔しいですね。プロモデラーの確定数を3に上げてください。何でもします。プロモデラー確定数3にしたら、プロモデラーの動画を700本ぐらい上げて、全力でスプラトゥーン2を応援します。そんなんでゲームシステム変わったらたまったもんじゃねえという人もいっぱいいるでしょうけどね。2人か、これ辛いぞ。奥に乗られてるのか。マニューバーが後ろから来ている。1人倒したけれどちょっと辛いか。この絶妙な位置に置かれるボムが辛いな、本当に。はいはいはい。あ、死にます、死にますね、これ。死にません。死なないけど、回復までの時間がかかることを考えると、死んだも同然というのは実際問題あるんですよね。ん？いいんですか？いいんですか？いいんですか？良くないでしょ？良くない時にあなたはどうする？カウントを進められないように立ち回ることですよね。あ、やめて！死にます！死にます！お、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 グッボーイ！グッボーイ！ You are good boy！ オッケーオッケーオッケー！テンション上がってくるぞ！みなぎってくるよ！これ負けたら私、降格まであり得る絶望のタイミングですから、この戦い方。あー、でも相打ち素晴らしいと思いませんか。ゼロキルボールドにブラ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 行きましたよ。グレートフル、ワンダフル、絶望の一直線。大好き関門を突破する、とってもかっこいいお方。あなたはとてもかっこいいお方です。
ですよね。あ、すごい。なに？あなた？あなた？あ、あ、あ、ちょっと待って。あ、あ、ありがとうございます。すごいぜ、プロモデラー。ゼロ距離の火力はボールドにだって負けていない。ちゃんと当たりさえすればこんなに強いことができてしまうんですよね。ねえ、スプラシューターでも同じことできるって言わないでくださいね。プロモデラーだけの特権ってわけではないけれど、プロモデラーだったからこそできたというふうに解釈してもらえればいいんじゃないでしょうかね。よかった。でも1時間ぐらいかけてようやくここに戻ってきただけっていうのはなかなか絶望的ですね。いや、しかし戻ってこられたというふうにも捉えることはできる、そんな一戦だったのではないでしょうか。ということで、こっから運命を変えたい。はーい、タチウオパーキングでさっきかっこよくノックアウトを取ったプロモデラーだよ。よろしくね。そんなノリが通用すればいいなという思いでやっていきましょう。さあ、動物界最速の、哺乳類が相手にいるという中でどのように戦っていくのか。イカちゃんは哺乳類なのか。人状態があるけどイカですよね。無脊椎動物なのかな。魚介類ということで認識として間違っていないのだろうか。しかし形は人なんだよな。イカのフレンズって言われてもあんまり違和感ないですよね。あ、あ、はいはいはい。奪われてます？奪われていることに、あなたは絶望を感じますか？いえ、私は感じません。なぜなら、未来はいつも明るく照らされているから。このように、今のはどちら？スコープの方か。くー、時速130キロで走れる哺乳類はさすが違いますね。まあしかしなんかさっきからすごい狙われてたからな、さっきのチャージャーに対しては。まあ背を向けたっていうところが大ピンチだったのかな。でも戻してますね。これは非常に良いですよ。さあ一旦入りましょうか。これで？お、こちらに注目浴びてますね。いいですか？私を見ているの？いいんですか？私のこと見ていて。そんな暇あるの？ブブブブブブン。こういうところに投げておくけれど。困り物か。困り物です。お客様困ります。背後から忍び寄ってますね。相手は背後から忍び寄る余裕があるっていうのは非常によろしくないですよね。辛い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 。でも辛いとばかり言っていてはしょうがない。もっと戦いましょう。全力で世界と戦いましょう。世界縮めていきましょう。ブブブブブブ。あー、でも相打ち。すごくない？これはすごい。ゼロダメージから相手を相打ちにできたのはとてもすごいよ。でも味方2人やられたことになるのか、結果的には。まあこの味方との相打ち計算で考えるとあまり良くないことはやっぱり多いですよね。だ、一旦ここから入られているのを注目、気をつけたいところか。いやーでも辛いな、これは。あーあーあー、これ絶望ですね。絶望の未来編ですね。傘きま、いますね、こっち。入られてるけど、おお、一応一人、今ので傘がやられましたね。死にますですよね。着地にやられたか。でも今4発当たったんだけどな、もう一人に。耐えられたか。辛いな。てか、まだカウント進んでないのか。あれ乗ってなかったっけ。いや、でも2人やられた。これはチャンスですね。進めるチャンス。55列号のチャンスですね。よし、ダメージ入りました。オッケー。とどめを刺したのは別ですが。じゃあ、ここは乗りましょう。背後から来てます。乗ります、乗ります、乗ります。回復をしながら。はい、はい、はい、はい。来ます。ゼロ距離。私の力。甘く見てもらっては困るよ。やはりゼロ距離で強いから、こういう戦い方もありというわけなんですね。はい、はい、はい。こんにちは、私の華麗なステップが世界を変える、縮めてゆく。今のは良くないですね。ちょっと、イカから戻るタイミングが遅かった。人状態の方がチャージャーとしては避けやすいので、今のは避けられなかったのはイカ状態が長かったせいですね。まあ、言うても相手も狙いつけるの早かったですから、まあ、単純には測れないところはありますけれど。しかしながら、まあ、相手の方が一歩早かったっていうところですかね。さあ、ここから注目。雨降らしが飛んできましたね。ここで傘に対して圧力をかけながら、あ、死にます、死にますね。プレッサーに当たってしまったか。そして背後にいる傘に全滅を食らったか。これは、あ、嫌な予感、嫌な予感。センサービンビンですね。ビンビンどころじゃないです。はい、もう確実に発動してますね。あー、ちょっと急ぎすぎなのかな。
ちょっと待ってくれ。止まってなかった。でも全滅入ったか。これは味方陣地塗ってる場合じゃないですね。敵陣に乗り込んでいくしかないですね。乗り込む乗り込むって簡単に言うなという感じではありますけれど。そういう、ちょっと戻んの早くない？マジで？復活ついてないし、そもそも復活つくタイミングじゃないの？こんな早いの？くぅ、まあチャージャーだから元々な、戻るのは早いというか、結果的に戻るのは早くなるんですけど。くぅ、チャージャー嫌だな、もう本当に。これは？一人。ちょっと今のは押し込みすぎたな。っていうか届くのその位置。まあそういう問題じゃないな。ああダメだ。マジか、途中良かったんだけどな。途中良かった。まあ31まで押し込んだの俺じゃないけどな。くー、ダメか。まあちょっと傘に裏取られたのにハイパープレッサーで突っ込んで負けたところは非常に良くなかったな。まああと時間取られてたのは単純にあるな、傘に。その辺も辛かったかな。さあまた割れてしまったわけだけれど、さあこっからが本番よ。ここで OK ラインを入るあたりで今度はどれぐらいいけるかっていうところですね。まあ一旦区切りましょうか。ありがとうございました。